仙台10時50分発東北本線上り快速仙台シティラミット2号福島行き発車をいたします。しばらくご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。ご乗車の電車は東北本線上り快速仙台シティラビット2号福島行きです。これから先長町、南仙台、名取、岩沼、月木、船岡、大河原、白石、藤田、郡、伊達、東福島、終点福島の順に停まります。その他の駅は通過をいたしますのでご注意ください。小室駅の到着時刻をご案内いたします。途中名取には11時1分、岩沼11時7分、大河原11時20分、白石11時31分、終点福島12時3分の到着です。お客様にお願いいたします。車内はお手洗いも含めまして、それで禁煙です。また、携帯電話、スマートフォンをご使用の際は、バラーモードに設定の上、通話はお使いください。混雑時、優先席付近では、電源をお切りください。なお、電車は事故防止のため、やむを得ず急停車をする場合がございます。お立ちのお客様は、お近くの手すり、釣り口をお越しください。皆様のご協力をお願いいたします。担当車掌は、福島総合グループ渋谷です。次は長町、長町です。長町の次は、伊丹仙台に停まります。通過をいたします、大市道をご利用のお客様と、地下鉄南北線をお乗り換えです。長町です。お出口は右側です。長町の次は南仙台に停まります。通過いたします。大市道ご利用のお客様と地下鉄南北線はお乗り換えです。この電車のドアは駅に着きましても自動では開きません。ドア横にございます開けるのボタンを押してお降りください。
またドアを閉めるときは周りのお客様にご注意ください。次は南仙台です。まもなく南仙台です。降り口は左側です。南仙台の次は再びに停まります。
は名取です。名取の次は岩亀に停まります。通行いたします。立て星折り合いのお客様と仙台空港アクセス線は乗り換えです。仙台空港アクセス線、普通電車の仙台空港より1番線から11時10分、立て星に停まります。東北本線上り、普通電車の白石行き、その後、同じく1番線から11時14分の乗り換えです。次は岩沼です。常磐線は乗り換えです。あたり山下総論方面、普通電車の花浜中期橋を渡りまして1番線から11時38分の乗り換えです。
岩沼、岩沼です。お出口は左側です。常磐線は乗り換えです。岩沼の次は月の木に止まります。また駅到着の際、電車が左右にいます。お立ちのお客様はお近くの手すり、つり革をお越しください。次は月の木です。阿武隈急行線は乗り換えです。各田、丸森方面、福島行き、地を渡りして高尾線は11時39分の乗り換えです。
次は大河原、大河原です。大河原の次は白石に停まります。通過をいたします北白川、東白石、ご利用のお客様はお乗り換えです。北白川と東白石に停まります普通電車を白石行き、3番線から11時36分をお乗り換えです。白石の次は福神に停まります。通過をいたします。ご都合、階段、ご利用のお客様はお乗り換えです。ご都合と階段に停まります。普通電車を福島行き、2番線から12時30分のお乗り換えです。
報いたします。もうすぐお帰りのご利用のお客様は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 ご利次は藤田です。
次は氷に止まります。
次は伊達、伊達です。次は東福島です。
出口は右側です。終点福島です。1番線に到着いたします。お出口は左側です。福島からのお乗り換え列車をご案内です。東北新幹線の森やまびこ翼138号東京行き14番線から12時16分、やまびこ212号東京行き12番線から12時23分、東北新幹線下りやまびこ47号盛岡行き13番線から12時17分、やまびこ134号仙台行き14番線から12時38分、山形新幹線翼135号山形行き14番線サクラルところから12時35分。続きまして大分です。東北本線上り松川日本バス元宮方面郡山行き2番線から12時20分、山形線岩坂稲荷方面通電車の梅沢行き5番線から12時51分、鳩鳥急行線富野行き12時34分、月の木行き13時5分、鳩鳥急行線全路からのお乗り換えです。また福島交通飯坂線はお乗り換えです。この電車は終点福島に到着後回送電車となります。ご利用はできませんのでご注意ください。
まもなく終点福島です。1番線に到着いたします。お出口は左側です。降りの際には忘れ物や落とし物、忘れませんようお気をつけください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点福島です。お出口は左側です。ご乗車ありがとうございました。終点の福島です。忘れ物、落とし物、なせませんようお気をつけください。この電車は回送電車となります。引き続きはご利用はできませんのでご注意ください。